松本若菜、松村北斗、西恩寺さんは、家事をしないにあって、目黒蓮海の始まり。にないもの天才主役二人が背負った、それぞれの役割。松本若菜40、主演の火曜ドラマ、西恩寺さんは、家事をしない、TBS 系、毎週夜10時が好調だ。数字を落としがちゃ第3話で、個人視聴率は前回と同じ3.9%、ビデオリサーチ調べ、 関東地区をキープ。配信サービス t ーバーでも、お気に入り登録数を87.8万、7月30日18時現在と伸ばし続けている。同ドラマは、ホタルの光などで知られる、日浦悟氏による同名コミック、講談社が原作のハートフルコメディー。徹底して家事をしない38歳の独身女性、西恩寺一妃、松本が、 年下の分けありシングルファザーくすみ年なお、ストーンズ松村北斗29と娘るか、倉田栄馬4と義家族として暮らす物語だ。過酷すぎるストーリーが話題になっている、ガツ9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系で主演するスノーマンメグロレン27と、愛する女性が病死していて幼い子がいるという設定が松村と共通しているが、中身は大きく違っている。 それが本作の指示の拡大につながっているようだが、7月23日放送の第3話は、西園寺さんはくすみに気を使わない関係になるため、ルカと3人で義家族として暮らすことを提案。まずは試してみて、検証することに。そんな中、人気料理系 YouTuber と横井、津田健次郎53。 がコラボの企画でサイオンさんが勤めるアプリ制作会社レス9を訪れ、横井とサイオンさんが元同僚だったことが明らかになる。一方、くすみの元へ、亡き妻ルイ、松井愛理、27の母田波田野里美、奥抜香る、53から一周期の連絡が来る。くすみはルカを連れて旗の家を訪れたが、模服を忘れてしまい、サイオンさんが届けに行く。 そこで、くすみとさとみの間に深い溝があると知ったサイオンさんは、二人の関係を修復しようと、さとみを自宅に招待するが、という展開。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、こういうドラマが見たかったんだよ。の対象開会だった。悪人がいなくて、手を差し伸べてくれるおせっかいさんがいて、すれ違っても対話ができて、 必ず分かり合えるなんて現実では難しいからさ。ドラマくらいはそういう温かい世界を見せてほしいんだよな、など多くの賞賛の声が。シングルファザーと年上女性の恋愛ドラマと思いきや、実は家族のあり方が裏テーマとして置かれています。この点でも、海の始まりと共通しますが、すれ違いが続き、重い展開となっている、海の始まりと違い、 本作はすれ違いながらも、ちゃんと互いに向き合い、温かな関係を構築しています。指示されているのは、全体に漂う、この優しい雰囲気なんでしょう。ドラマリタ、山川。くすの君の4歳の娘るか、倉田も、のびのびと子供らしく振る舞い、それに癒されている視聴者も多いようで、X 上では、 くすみくんとサイオンさんの合間に挟まれるルカちゃんの子供感が大変いい空気で、仕事終わりに見ても疲れない、などの声が。子役もまた、海の始まり、と大きく違うようだ。本作でルカを演じる倉田も、海の始まりで海を演じる泉谷聖奈、奈も、演技は素晴らしいんです。ただ、海は子供ではありながら、 物語の象徴のように大人たちの事情に組み込まれていて、素直に子供として見られない。一方、ルカは大人たちの思惑とは無縁の自由な存在としているので、ドラマの持つ温かさがより増しています。全道。しっかり構えてみる月曜日の海の始まりと、のんびり楽しめる火曜日のサイオンジさんは家事をしない。その違いは、 幼い子供の振る舞いに大きく現れているようだ。校長という点でも共通している2作品。今後、どのような家族のあり方を描いていくのか注目したい。この2人でドラマを作ってほしいほどの名コンビ。